安全っていう観点から 見ないとですね、これ実は農工大でも4月に農工大大停電がございまして、何で停電になったかといいますと、変電所にですねムカデが入ってきて、ムカデが短絡しちゃったと、それが原因なんです。それでのはのあの、でかいところのほとんどのところがですね、皆さんでいる5号館大丈夫だったらしいんだけど、かなり半分以上のところで停電になったらしいですね。知ってました、それ4月に。それで遅れが回ったんですよ。余計しっかりと管理をするようにということで、ですから大停電が起きるとですね、研究どころの騒ぎじゃない、データも全部ぶっ飛んじゃってですね、大変なことになるわけですね。まあそれなんで、まあどういうところを整備してやって、省エネをやってるか、これ小川さん一つよろしくお願いします。スピーカーストップ、はい、ちょっと座って説明させていただきます。私森林技師やってきた観点からですね、この受電設備の点検というのをずっとやってきたんですね。で、今日はこの受電設備についてちょっと説明させていただきたいと思います。ここでまず最初にこれ見ていただいて、1番というのはあると思うんですけど、ここに高圧分解点というのがあるんですね。高圧の場合は高圧分解点というのがありまして、普通は1号柱で分解点になっているんですよね。で、この1号柱にまずついているのはパスといいまして、スイッチがついているんですけど、これに今は GR がついてですね、地落が起きた時に、なんていうんですか、事故点を、分離するということで、安全を考えてですね、今は GR 付きのパスというのが主流になっていまして、これ大体150万ぐらいかかりますね、つけるんですね。それからこちらの一番右に出てるピラっていうものがありまして、ピラボックスっていうのはよく都内なんかですと、灰色のですね、鉄のボックスがあると思うんですけど、その中にピラディスコンというのが入ってまして、それがもう今モールド型っていうのになってましてですね、このモールド型っていうのがね、樹脂で、特殊な樹脂でできていまして、特殊な器具で、ね、外せるようになってます。で、これにUGS というのがついてまして、これはやはり地殻が起きた時にですね、回路を遮断して、他に波及するのを防ぐという役目をしてます。で、次に2番目にこれ高圧のケーブルというのがありまして、このケーブルのところに膨らんでるところがあると思うんですけど、この膨らんだところはケーブルを保護している部分でして、この膨らんだところで変電器が消えるようになってましてですね、事故は起きないようになっています。で、3番目にここに暖炉器というのがありますけど、暖炉器は、ただ単に高圧、一番最初の高圧の部分を切り離すところでして、これは単なるスイッチです。ディスコンと言います。で、その次にあるのは、これ、景気用変圧器って書いてあるんですけど、これは何のためについているかと言いますと、キュービックの中にですね、なんて言うんでしょう、100ボルトのですね、予備電源を使えるようにできてるんですよね。そのためにつけてる変圧器です。
でこれはちゃんとフューズがついてまして、容量は確か1アンペアとかでちっちゃいんですけど、これを超えるとフューズが切れるようにできてます。そして、次に、真空遮断器っていうのは5番目に出てると思うんですけど、この真空遮断器っていうのは、容量がですね300キロ以上の、設備の場合ですね、この、VCB というのがつくようになってます。でこの6番に出てる、高圧、負荷遮断器、これはですね、150キロ以下までの、設備については、この LBS で、遮断できるようにできる。でこの LBS というのは、酸素をいっぺんに切るようにできてますので、要するに連動してこう3本がバーンと切れるようになってます。でこれは GR がついてまして、GR ではやっぱりチラクを感知して、落ちるようになってます。安全のためですね。で7番目にあるのが、これが景況変性器といいまして、 CT といいます。でこの CT っていうの役目はですね、 OCR といって、オーバーカレントリレーというのがついてるんですけど、これを動作させるために、ついてる機器です。要するにこれ R 層と T 層といって、酸素 の2層ですね、 R 層と T 層に関して、リレーが入ってて、遮断できるようにできている安全装置ですね。これ動作しているところ見たことございますかね、うん、OCR ってこれ試験が変電所入った人じゃないとおそらくほとんどないないと思うんですけどね。我々は必ずこれ試験やるんですね、検機持ってですね。これは何秒で働くっていうことを調べるんですかね、事故った時に。そうですね、まあ大体は何て言うんですか、設定としては、瞬時に働くようにはなってるんですけど、次元をこれ変えられるようにできてますので、それで調整することもできます。で GR の場合は 0.1 秒以内に遮断するということになってますので、それから次が、直列リアクトリというのがあるんですけど、これはコンデンサーに付属する部品でして、コンデンサー、深層コンデンサーの、リアクトリというのは、3%、7%、9%、13% って4種類ぐらいあるんですね、これ。それを必ずつけるように、今はしてますね、深層コンデンサーの場合は。なぜかというと高度差が起きることがありますので、それを防ぐためにこのリアクトルをつけるということになっています。これの管理で今トラブルが結構多いですよね。多いですね、古いところ で古いところはやっぱり 3% とか 7% の何でしょう容量ですとね、高調波が入った時に誤動作することがあるんですよ。それで今はだいたい 13% が主流になってますね。で次に、10番が深層コンデンサーということで、これはもう皆さん知ってると思う、これコンデンサーですので、これは切ってみるとですね、どんな形構造してるかというとですね、油が入ってる何でしょう、紙みたいなやつがバーンと入ってます。フィルムでしたっけ、はい、フィルムみたいな状態、それが入ってまして、
もう油まみれのやつなんですけど、これが熱入ってましてね、それで力率を回転する装置ですので、ただ今当店の場合には 90% 以上力率がないと、割引にならないんですね、電気的なものが。ですから 90% 以上の力率で、大体、使っているのが現状です。それから高圧カットアウトスイッチっていうのは、これはトランスの上についてまして、トランスで何か、家電流が流れたりですね、事故が起きた時に、ヒューズが入ってまして、電気を遮断できるようにできています。ただちょっと怖いのは酸素の場合ですね、切れると電圧の不平衡というのが起きたりなんかしますので、そうすると何て言うんでしょう、電圧の不平衡によって常に、テレビとかですね、なんかが消失することがあるんですね。これが一番怖い現象ですね。炭素の場合ですね、真ん中が切れたということになると不平衡警報が来て、テレビが焼けてしまうというような事故になることがあります。で、12番はこれトランスというのはもう見ての通り変圧器ですね。これがないと、電灯も、動力も使えないということですので、家庭の方のとか低圧のところはですね、このトランスは電気室じゃなくて、電柱の上に乗っかってるわけですね。そうですね、要するに普通 の、 一般家庭ですと、コントランスがから送られて、普通の家庭に供給されてるんですけども、キュービックの場合は一旦キュービックの中に変圧器を入ってますので、その変圧器で電圧を落として100、200に変えてるという形ですね。で、最終的に、ブレーカーに、電源が入ると。で、気をつけなきゃいけないのは、キュービックに入ってまずやら電気を切る場合にはですね、手圧側から電気は切っていただくというのが基本です。ですからブレーカーを切っていただいて、そして、CB を落としていただいて、それでディスコンを切って、で最後にピラディスまで切ると、こういう形で切っていただくのが正しい手順です。入れるときは高圧か、入れるときはやっぱり逆に、ディスコンク、ディスコンから入れるんですけども、その時には必ず CB が切れてるか、ちゃんと確認をしてですね、やらないと、入れたときに事故になる可能性がありますので、気をつけてくださいということですね。とにかく高圧というのはですね、負荷が入っている状態で切ったりなんかしますと、アークを引きますので、アークを引いて酸素短絡を起こすと大変な事故になります。これはも全くなんていうんですか、地絡事故が起きるような、それから、あとはうん、短絡によって要するにもう本当に燃えちゃうようなね、そんな電流が流れますので、ね、非常に危険ですので、必ずその CB は入れたまま操作しないように気をつけてください。家庭のですね、中でちょっとトラブった事例を教えていただきたいんですが、それから家庭の中でよくある形で、事故で起きやすいのは、最近テーブルタップからの火災が増えてまして、これは何で起きるかというと、テーブルタップの容量に対して、負荷がかなり多く入った場合ですね、
この場合には電圧がかかってますので当然熱を持って、加熱した段階で、だんだん、焼けて、要するにそれから短絡を起こすんですね。それによって火災が起きるという形ですね。これ一番怖いです。で今一番増えている火災だと思います。そのテーブルタップからの火災というのは。それからあとはですね、もう一つ家電のですね洗濯機、それから、冷蔵庫、それから電子レンジですか、これを使っているときに皆さんアースをつけてますかね。どうでしょう、アース線って見たことあります？グリーンの線、これつけてないとですね、実はアースがつけてないとですね、漏電した場合にですね自分に電気が流れますので感電してしまいますので、これ感電防止のために、必ずアースをつけていただかないといけないということですね。で買った時にですね電子レンジとか冷蔵庫とか洗濯機必ずアース線がついてますので、これはちゃんとアース端子に取り付けるということを心がけてください。それで昔の人ですとよくなんて言うんでしょう、コンセントのネジなんかにつけてアースつけたっていう人はいるんですけど、今はアースボックスなんかはアースボックスでね、コンセントボックスなんかは樹脂のものが多いものですから、ビスにつけてもですねアースしてくれないですから、これは何の意味もありませんので、必ずちゃんとアース探知のあるところにアースは取り付けてください。それと同時にその漏電するということは、漏電を防ぐためにはやっぱり漏電遮断機も必要になってきますので、漏電遮断機皆さんよく見てると思うんですけど、漏電遮断機ってナビオで切れますか、知ってます？これね 0.1 秒で切れないといけない、できてるんですよ。 0.1 秒、はい。なぜかっていうと、これ30mA という電流が1秒間流れますと人間死にますので、だから 0.1 秒以内に遮断しないと危険だということで 0.1 秒という形でみんな設定を決められています。そしてこれ なんでその漏電遮断機というのができたかっていうと、実は世田谷のですね、千歳烏山小学校というところで、漏電でですね、プールの漏管ポンプが漏電してまして、それでプールに入った女の子が、実は感電して死亡したという事故がありまして、この事例によってですね、実は電気事業法が改正になって、漏電遮断機の、取り付けというのは義務化になってですね、で最初は推奨だったんですけど、必ずつけなさいっていう義務化になったのが48年の5月ですね。これから施行されています。そういう事例がありますね。やっぱりこの怖いのは家電流よりも漏電なんですね。そうですね、事故例としては漏電が一番怖いですね。とにかく電気事故で一番多いのは漏電によるその感電なので。そうなんですか。はい、なんていうか接近してその充電庫に触ったとかいう事例も結構あるんですけど、それだけじゃなくてやっぱ漏電が一番怖いですよ。目に見えないものですから、事故になった時には大きいですね。死亡事故になる可能性が高いですので気をつけてくださいということですね。だから漏電遮断機を必ずついているかどうかっていうのは確認していただいて、これは設備行った時に必ず漏電遮断機がちゃんとついているかどうか、これを確認してください。 でやっぱりその電気安全ということで我々の点検っていうのはどっちかというと電気設備に入って点検することが多いと思うんですよね。これで電気設備に入る場合に
何が必要かっていうと、やっぱりその入っていく前に電気のどこを触ったら危険なのか、そういうものを必ず考えて、行動する。それから防御できるところは自分で防御するようにする。これは手厚ゴム手袋とかそういうものを使ってですね、感電しないような対策をつけるとか、それからあと検電器を使って、充電部を確認しながら作業するとかですね、そういうことが一番必要な仕事ですので、皆さんも、電気の安全に関しては、必ず、注意をしていただきたいと思います。以上です。どうもありがとうございます。